こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。毎日就活、今日はグループディスカッション編です。さあ、今日の問題はこんな感じ。コロナワクチン接種すべきか、しないべきか悩んでる人がいますかどちらがいいと思いますか という問題ですねまさにこれ今ねコロナワクチンの接種が進んで皆さんのような世代の人たちはやった方がいいのかなしない方がいいのかなっていろいろ悩んでると思いますねさあどのように考えればいいでしょう今年のグルーディスでもなんか出そうな問題ですよねさあこれはですね2つの中から1つを選びなさいっていう問題ですから選択型の問題ですこの場合よくある議論は水かけ論接種派接種した方が感染した場合重くならないからねその方がいいんだよっていう意見もある 非接触はワクチンの影響がね検証されてないじゃないかとだから打たない方がいいんだまあ水かけ論になってしまいますねさあこの手の問題の場合のポイントになるのはですね比較するる必要がある2つの中でどちらがいいかを選ぶに、ね、は比較軸がある比較軸を作らなければいけない今回の問題の中にはですねその参考になるものがないから今回は比較軸から決める必要があります。 さあそうすると議論の進め方のポイントはですねまず接種・非接種の比較軸を議論して決めなきゃいけない比較軸を決めようねとそして比較軸を決めたら比較軸に合わせて接種・非接種が検討どちらがその比較軸に合ってるかそして比較軸に照らし合わせて優位な方を選択するこれが基本的な議論の進め方になります。さあどのように考えましょうかね。 コロナワクチン接種の比較軸としてあるのはですねまずこれ自分にとってという考え方と周りの人に対してって両方あると思うんですねこういう場合もですねやはり同じように漏れなく全部自分だけじゃなくて周りみたいなものをこれで両方だねそしてどういうものがあるんだろうか感染リスクの問題もちろんありますよねコロナワクチンを打つか打たないかで感染のリスクはどのように変わるかそしてもう一つは感染した時の重篤化のリスク感染してもね 軽いんだったら、見たのがね、重くなるのか、ならないのか、そして。もちろん、接種の副作用、後遺症の問題。この部分の中で判断がなされる。そして、もう一つ加えなきゃいけないのは。周りの人に対して、感染させるリスクはあるのか、ないのかだよね。これを総合的に考え合わせて、決めていくのがいいはずなんだね。そうした時に、皆さんが比較軸を何にしようっていうことの決められた中で、どちらがいいのか。そして、選択していただければというふうに思います。今日は毎日就活。 グループディスカッションでした皆さんはどのように考えましたでしょうかそれでは明日もよろしくお願いします 出会えばカンパニーの会員になっていただくとなんとスカウトサービスを受けることができますもう一つスカウト型のイベントを実施していますグループディスカッションを実際にしていただいて企業の方が評価をしていただきますそしてフィードバックもしてもらってグルーティスに参加したメンバーの中で自分がどのような評価を受けたかそしてこの会社から何を評価をされたかっていうのが分かりますそしてその場でスカウトがかかりますぜひ当社のスカウトサービスイベントに参加していろいろな企業に出会ってインターンシップ説明会等に参加いただければと思います